はい、どうも皆さんこんにちは。箱庭の眠りエピソード3、続きからやっていきましょう。ということで2人が合流したところからですね、この部屋で合流して、こっちの部屋に確かなんかハープがあって、カストールくんが喜ぶかもみたいなこと言ってたよね。あ、ハープだ。アルレシャもハープを弾くのかな。置いてるってことは弾くんじゃねえの。弾いていたらいいな。仲良くなれそう。まだそんなこと言うの。あなたすごい偉い子ね。お前、こんなことがあったのにまだ仲良くなる気があんのかよ、同感。お人よしを通り越してもうバカだろ、同感。え？だって国家でこうなった可能性だったわけでしょ。やりたくてやったわけじゃないかもしれないし。そりゃそうだが、いくらなんでもお人よしが過ぎるぞ。そう？そうだろ、そうだろ。あ、なんかこのスピークってそういえばあったな、使ってなかったな、せっかくなのに。ルイ、無事でよかったよ。お前の方こそよく無事だったな。とっくにやられてると思ったぜ。僕もルイはもうやられたと思ってた。はあ？俺様はガキンチョよりも強えからやられるはずねえだろ。レグルスお兄さんに劣勢だったくせによく言うよ。聞こえてるぞ、カストールくん。お前、後で覚悟しろよ。おこじゃん。そういえばこんな機能あったな。もうちょっとこまごま使っていけばよかった。ということで、アルレシャに会いに行こう。まあ、確実にここだよね。行きます。どんな顔をするんだろうね。アルレシャだよね。二人とも、お疲れ様。なんで無事に出られたか知らないけど、出られてよかったじゃん。てめえ、ずいぶんなご挨拶だな。落ち着いて、ルイ。そうだよ、落ち着いて、悪魔くん。なんでそんなに殺気立ってんの？こわ。てめえが俺たちを別行動させて、教会に閉じ込めて殺そうとしたからに決まってるだろ。え？そんなことで怒ってるの？僕たち星神からしたら、悪魔なんか来たら怖いし、不安になるに決まってんじゃん。正体がわからない以上、教会を仕掛けちゃうのだって仕方ないことでしょ？レグルスお兄さんから手紙か何か来なかった？ああ、あの手紙？あんな名前しか情報のない中身カッスカスの手紙でお前らだってわかるわけないだろ。こわ。アルレシャめちゃくちゃ口悪いじゃん。なんか星神様ってまともな人あんまいない感じ？レグルスお兄さん。そんなことより、よく僕の境界を突破してきたね。悪魔は一人じゃ絶対に出られない場所に閉じ込めて、お前は鏡に閉じ込めた。だから絶対に出てこれるはずなかったんだけど。知らねえよ。勝手に仕掛けが動いたり鍵が出てきたりしてきたぜ。僕も白いお魚さんが教会の世界から助けてくれて。白い魚？まさかバンがこいつを助けたのか？僕の許可なしで？そんな、ありえない。白いお魚さん知ってるの？もちろん知ってるよ。僕の可愛いパートナーだからね。そうだったんだね。僕、白いお魚さんにいろいろ助けられたんだ。だからお礼が言いたいんだけど、お魚さんの場所を近づかないでくれるかな、偽善者。アルレシャ？総司宮の星神、カストールだって？
なんでお前が総司級の星神を名乗ってんの？総司級の星神はポルクス姉様一人だけのものなのに。待ってよ、一体何の話？は？言わなきゃわかんない？お前みたいな下劣な人間がなんで星神って名乗ってるんだって聞いてんだよ。僕が人間だったって、なんで知って？ポルクス姉様の隣に急に湧いたウジ虫を放置するわけにはいかないでしょ。だからね、僕個人で調べられる限りをいろいろ調べたんだ。めっちゃポルクス姉様のこと好きやん。お前がポルクス姉様の片目を奪って星神になった卑怯な人間ってこともね。ポルクスの片目を奪った。それは、なるほど、だから瞳の色が左右で違うんだ。ポルクス姉様もじゃあ逆に言うとカストール君の瞳を入れて左右違うって感じなんだね。否定しないんだ。でもそれは多分カストール君がやったんじゃなくってポルクス姉さんがやってくれたんじゃないのかな。じゃあ僕の集めた情報は本当ってことだね。違う、あれは、あの時は。うるさい、偽善者め。この感じ、また教会か。どこに行きやがったんだ。おい、ガストール、あいつを探すぞ。国化している可能性も。ガストール？違う、僕はあの時だって。ガストール、おい。あ、急に手を叩かないで、びっくりしたよ。何じゃねえよ。大丈夫か？優しい。大丈夫。それより、アルレシャだよ。国化してたら大変だし、早く探さないと。お前、無理してないか？何のこと？僕は大丈夫だって。あの、さ、ルイ、さっきの話、なんだけど。あんなクソガキの話なんか、あたから信じてねえよ。お前がポルクスにそんなことするとは到底思えねえしな。ありがとう。ふっ、変なお礼だな。ほら、さっさとあのクソガキを探すぞ。うん、そうだね。とりあえずお布団探索、何もない。行くしかないのか。セーブしておこう。じゃあのガキ追います。髪切れが落ちてるな。しかしある日のことです。村は流行病に襲われ、多くの人が亡くなりました。村人は流行病ので、原因は姿形の違う双子の片割れのせいだと。その子供を殺してしまいました。これめっちゃカストール君について言ってる？国化する流行病のことを言ってる？もう一人の双子の片割れである姉にも村人はひどく当たりました。姉は悲しみ、自らも命を絶ちました。
なんだこれ、何かの物語か。これ、星の海のアネモネのページだ。星の海のアネモネ？僕とポルクスの好きな絵本だよ。でも、最後の数ページが破れてなくなっていて。このページ、切り口がぴったり。この絵本のページで間違いない。葬式宮にあったものが、なんでこんなところに落ちてるんだよ。わからないよ。とりあえず、拾っておこう。紙切れ1。そっか、ここからどこかにワープできるっていうわけじゃないのね。ハープの部屋とかなんか変わってたりするかな。あれ。特に変わってない。じゃあ下？もう何もない。じゃあこっちか。あっ、いるやん。元人間の分際なのに僕は星神ですって態度取って、虫図が走るよ。僕はお前を同じ星神だとは思わない。悪魔の絵すらも打てなくなった。お前なんか。アルレシャ、待って。僕の話を聞いて。人間の言うことなんか聞くわけないじゃんか。気持ち悪い。ねえ、どうやって星神の目を奪ったの？切り抜いたの？えぐり抜いたの？ねえ、教えろよ。おい、やめろ。ルイ。はあ、悪魔がこいつをかばうんだ。ま、目をえぐり抜くなんて悪魔の所業だし、お仲間みたいなもんだもんね。こいつは、そんなことしねえよ。はあ？お前僕の言葉理解できてないの？こいつは人間だったんだよ。ああ、それは聞いた。人間が悪魔になることはある。お前みたいにね。だけど、星神になるのは不可能なんだよ。星神から体の一部を奪って体に取り込まない限りはね。仮にやったとしても、大抵は適応せずに死ぬ。だけど、お前は成功した。お願い、アルレシャ、話を聞いて。聞かないよね。僕は。お前、ここにいろ。もう追わねえ方がいい。あいつ、国化してやがる。国化婚はまだ出てなさそうだが、この感じ、間違いねえ。国化している奴の戯言を聞く必要はねえよ。大丈夫。僕は大丈夫。それに、アルレシャが国化しているなら、国化抑制装具をつけないと。お前、絶対無理してるだろう。そんなんじゃないよ。ただ、アルレシャを放っておけないだけ。ありがとう、ルイ。心配してくれてるんだね。シオらしいが緊張を相手にするのが面倒なだけだ。それでも、ありがとう。ルイと付き合いたい。ルイ君と付き合いたい。だから何のお礼だよ。ほら、また探すぞ。うん、探します。あなたについていきます。また紙切れがあるぜ。そして二人は空の上の星の海で再会しました。姉が言います。
ごめんね。守れなくてごめんね。片割れは首を横に振ります。守ってくれたよ、ありがとう。その後、二人は星となって海の中に帰っていきました。もう誰も二人を蔑む人はいませんでした。また絵本のページだ。これで最後なのか？うん、これが最後のページ。なんでこんなところに。紙切れに。からの？じゃあハープ部屋の方かな。いた。ボルクス姉様の目はね、すっごく綺麗な青色の瞳なんだ。海のように深くて慈愛に満ちた、そんな姉様の瞳が僕は大好きだった。なのにお前に奪われてからは紫色の瞳になっちゃったんだ。お前のせいで。こいつにそんなことする度胸はね。それにその話が仮に本当だとしたら、仲良しこよしで暮らしてるわけねえだろ。こいつが姉様をたぶらかしたんだ。人間と星神が兄弟ってどう考えたっておかしいけど、姉様は優しいから信じちゃったんだよ。みんなもたぶらかされちゃってさ、簡単に星渡りなんかさせて、あんな手紙なんかも送ってきて。お前、想像で話してるだろ。ボルクスからその話を聞いたのか？悪魔風情がボルクス姉様を呼び捨てにするな！聞かなくてもわかるよ。人間は自分勝手で傲慢で、相手を疑うことしか知らない猜疑心の塊だ。卑しい感情ばっかの醜い生き物なんだよ。こいつも目がおかしいな。そんな人間のことをどうやって信じろっていうの。やめて、アルレシャ。この際だから教えてやるよ。お前さ、誰かに優しくすることがいいことだって思ってるだろ。それ大きな間違いだから。ただの迷惑。本当にうざい。国化した星神を助けて、僕はいいやつアピールしてさ、本当に何様。聞くな、無視しろ。隙を見て国家抑制装具をつけることだけを考えるんだ。僕は本当にみんなが心配で、だから。おい、ガストール。ヘドが出る。みんなが心配で。違うだろう。いいやつアピールする相手がいなくなるのが心配なだけだろう。そうじゃな。さっきだってそうだ。バンにお礼がしたいだって。そんなこと思ってないくせに。そもそも僕がお前らを教会内に閉じ込めたことも、星神だし怖いのは当然だよねって、当然のように星神気取ってんでしょ。あの時星神の絵を打ったのだって、悪魔を撃つなんてかわいそう、できないよ、僕は誰にだって優しいんだから。本当に気持ち悪。お前のそれは他者への優しさじゃない、ただの自己満足。それをさ、ほら、偽善者って言うんだよ。Thank you.
めちゃくちゃゾワゾワするわ。いくら国家してるからってこんな言葉攻めされたら、カストール君はめっちゃ来るだろうな。違う、僕は本当に。ねえ、ここで僕がお前を殺したらさ、その瞳はポルクス姉様に帰るのかな。試してみていい？おいクソガキ、てめえいい加減に。うるさい。うわぁ。誰？どれ？何？嘘でしょ。悪魔も撃てないのに。カストール！なんだこのさっき、カストールから。マジ？あのね、ルイは悪魔だけど、僕の仲間だから撃たないの。だけど、あんたは星神でも、僕を仲間と思ってくれないんだよね。なら、僕の敵だ。国化してるんじゃない？さっきからさ、頭がすごく痛いんだ。もう一度あんたを撃ったら、この痛み、なくなるのかな？ねえ、試してみてもいい？カストール！おい、やめろ、カストール！カストール！あれ？僕。今、何して？お前、どうしたんだよ。確かにこいつはすっげえムカつくが、だからって、何も撃たなくても。なんか悪魔の言うセリフじゃない気はするけど、もうルイがそうなっちゃうよね。国家のせいだっていうの、お前なら理解してるはずだろ？わかんない。わかんないよ。僕、今何を考えて。とりあえず、この銃は俺が持つ。お前は一回深呼吸して落ち着け。うん、わかった。それと、国家抑制装具も俺に渡せ。代わりにつける。うん。国家抑制の指輪をルイに渡した。おい、指を貸せ。装具をつける。触るな、悪魔が。僕は星神だ。撃たれたって平気だ。国家なんかしてない。そりゃあ星神は不死身だからな。撃たれても大丈夫だろう。だが、仮にカストールの弾丸が胸や頭を貫いていたら、お前は死んでいたぞ。そこを撃てば死ぬんだ。殺気のこもった攻撃が急所に当たると、星神であれ何であれ死ぬ。星神様なら知ってるだろう。あ、なんかそんなことをエピソード1あたりで言ってたような気がする。お前、人間は自分勝手だ、醜いとか言ってたな。それは否定しねえよ。俺もそうだったし、人間はそういう生き物だしよ。だけどよ、カストールを言葉で責め立てて追い込むお前の方が自分勝手で醜いぞ。
違う。僕は正しいよ。みんなだってそう思ってるはずだ。極化が治ったら聞いてやるよ。アルレシャの指に極化抑制の指輪をはめた。治る？あ、瞳が。何これ、気持ち悪い。最悪の気分。うわ、足痛。最悪。アルレシャ、あの、ごめん。撃つつもりはなかったの。本当だよ。本当に、ごめんなさい。は？なんでお前が謝るんだよ。え？お前が悪いんじゃない。今のは、僕が責め立てたからだ。その、僕の方こそ、ごめん。おお、治っている性格が。私もつけようかな。アルレシャ。まあ素直にはなれませんよね、そん簡単に。あ、行っちゃった。あいつどこ行ったんだ。心配だ。国家が治ってるかも気になるし、探そう。お前ってやつは本当に。ま、それがカストールだもんな。よし、あのクソガキを探すか。うん。あー、一見落着感ありますね。ちょっとセーブしておこう。よし。ということで、アイテムは、まあ、紙切れと、あ、ルイの光、これも返すのかな。まあとりあえずは、あとハテナハテナが2つあるか。とりあえず追いましょう。下は行けないっていうことは部屋に戻ったかな。と見せかけて、キリがいいので本日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回に続きます。バイバイ。